クインシー・ジョーンズ、クインシー・ディライト・ジョーンズ2世、クインシー・ディライト・ジョーンズ2、1933年3月14日帯は、アメリカ合衆国のジャズミュージシャン、音楽プロデューサー、作曲家、編曲家、マイケル・ジャクソンと共同プロデュースしたアルバムにて、売り上げ世界一のギネス記録保持者である。1 9五十年代から第一線で活躍を続け、グラミー賞をはじめとする、 音楽賞を多数受賞している。ブラックミュージック界のみならず、アメリカのポピュラー音楽界における著名人の一人である。また、ベイ・ホックステレビの人気コメディ番組マドトブの制作葬式も担当。イリノイ州シカゴ出身。少年時代にトランペットを学ぶ。10歳の頃にワシントン州に転居。そこでも盲目のピアノプレイヤーの少年レイ・チャールズと知り合い、共に、 バンド活動を始める。1951年、バークリー音楽大学を卒業後、トランペットプレイヤーとして、ライオネル・ハンプトン楽団に参加。そこで、アレンジャーとしての才能を見出され、カウント・ベーシー、デュー・クエリントン、サラ・ボーンらジャズ界のスターのアレンジを手掛けるようになった。1957年に、パリへ渡り、作曲、音楽理論などを学ぶ。 フランスのマーキュリーレコード社長の地域を得て、ヨーロッパでも数々のビッグバンドを率いて活躍し、自身のバンドでも成功を収めた。1964年には、マーキュリーレコードニューヨーク支社の副支社長となり、同時に映画音楽の分野へも活動の幅を広げる。1960年代からは、プロデューサーとしても活躍し始め、1963年に、レスリー・ゴーアの 涙のバースデーパーティーをビルボード1位にしたのをはじめ、マイルス・デイビス、フランク・シナトララのプロデュースを手掛けた。また映画、夜の大捜査戦や、ゲッタウェイのサウンドトラックも評判となった。テレビ映画、ドラマでは、鬼警部アイアンサイドや、ルーツのサウンドトラックも担当した。自身の作品でも数々のヒット作を残し、百七十八年には、ファンキーディスコ長の スタライクザットが、ポップチャートでもヒットした。チャズ・ジャンケルの1979年録音のアルバム、愛のコリーダ、現代チャス・ジャンクルにオサム、おさむ緑のカバーである、1981年の、リュードアルバム収録の、愛のコリーダー、タイトルの木は、大島渚監督の同名映画からは、ポップチャートでも、大ヒットした。1978年、映画ザ、 ウィズの現場で、マイケル・ジャクソンと出会う。そこで、マイケルが、誰か、僕に会うプロデューサーはいないかなと言ったところ、僕じゃダメかなとクインシーが返したという逸話が残っている。そうして、翌年のアルバムオフ・ザ・ウォールでタッグを組むことになる。1982年のアルバム、スリラーのセールスは、ギネスワールドレコーズに、史上最も売れたアルバムとして認定され、その地位は、 不動のものとなっている。同年、自主レーベルクエストレコードを設立、1985年まで A&M レコードが供給したが、後にワーナーブラザースレコードに売却される。また同年には、アメリカのスーパースターが一堂に会して録音したチャリティー曲、We Are the World のプロデュースも手掛けた。1987年のアルバム、b a d も、 同一アルバムからのシングルカットが5つのナンバーワンヒットを出した。なお、このアルバムを最後にマイケル・ジャクソンとのタッグを解消する。さらに90年代のクインシー自身のアルバムからはシークレット・ガーデンのヒットが生まれた。1990年代のクラブシーンでは、1960年代のファンキーなジャズ作品が再評価され、ソウル・ボサノバは、 映画、オースティン・パワーズのテーマ曲としても使用された。日本では、テレビ番組、ウィーク・エンダーのジングルとして、鬼警部・アイアン・サイドのテーマが再度注目された。1999年、クインシー、ボブ・ゲルドフ、U2 のボノが中心になって、マイケル・ジャクソン、マドンナ、スティング、ポール・マッカートニーほか多数のミュージシャンがサポートした、堺の貧困救済を唱える、 ジュビリー2000の運動に参加した2005年のチャリティコンサートライブ8へと発展していった。2003年、クインシー・ジョーンズ生誕70周年ベストアルバムがリリースされる。2006年、北京オリンピック組織委員会の芸術顧問になったが、後にダルフール紛争に関する中国政府の姿勢に抗議して芸術顧問を辞任した。 2007年に2008年度のグラミー賞レコーディングアカデミー50回大記念の大使に任命された。現在1万8000ものミュージックメーカーで構成されたグラミー賞の創始者の一人として誇り感じているとコメントし50周年を祝う数々のセレモニーを企画している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。